リコリコのこと、そういう目で見るの、やめてもらえませんか？皆さん、おごめん。大分の高知親方です。今回はですね、久々にアイドル、ハロープロジェクトからのですね、写真集の話題をご案内いたします。今回は、椿ファクトリーリーダー、山岸莉子ちゃんのファースト写真集、リコを、拝見いたしました。作品自体はもう2014年の作品なんですが、失礼しました。2017年の作品でございますが、今回、電子書籍版で、2021年1月にリリースをされましたので、そちらを拝見いたしました。まあ、リコリコのこと、そういう目で見てしまうかなどうかなと思うんですけれども、まあ、山岸莉子ちゃんの紹介と含め、そして写真集の簡単な感想をご紹介いたします。どうか今回もお付き合いよろしくお願いいたします。まずはじめに山岸莉子ちゃんのプロフィールなどをご紹介いたします。1998年11月24日生まれです。で、秋ですね。そして B 型です。来ました。まあ、親方はなぜか B 型の女性が好きになる、そんな傾向がございます。というか、まあ、私が B 型ということがあって、まあ、注目してしまうというのも、もうございましょう。千葉県出身でございます。で、2015年の4月29日、椿ファクトリーが結成されまして、そしてリーダーに就任されました。ニックネームはですね、リコリコということでございますので、以降はですね、リコリコと、まあ、呼ばせていただきます。リコリコはですね、とにかくまあ魅力、特技というのがダンスでございます。まあいろんなまあジャズダンスとかヒップホップのダンスやバレエも抑えていたそうです。まあ最近のブログですと、もう毎日小学校の時はですね、何かしら、習い事をしてたらしいんですね。まあ厳密にはこうヒップホップとかジャズダンスとかがメインで、まあバレエはそのダンスでまあ姿勢を良くするなどのですね、まあ補助的な意味でバレエは続けられたということでございます。まあこのダンスがですね、一つまあ生えたのがですね、2020年7月のですね、ソロフェスというまあ番組がございました。ハロープロジェクトにまあ所属しているメンバーが一人ずつまあ自分の特技を披露するですね。その中でこの山岸莉子ちゃんね、リコリコすごかった。椅子の方をですね、の上でもダンスするんですね。まあキュートさんの曲だったと思うんですけど、もうキャバレーみたいだと副音声で解説してた松岡真由ちゃんはですねおっしゃってましたけども、まあそういう目で見てしまうそうな、すんごい足上げたりとかですね、椅子の上でバランス取ったりとかすごかったですね。ちなみにですね、この椅子は確か、IKEA で購入されて、本番当日、お父さんが持ってくるんですけども、なんか遅刻かなんかで結構バタバタと、直前まで慌てたということでございます。ただこのダンスはですね、インパクト、かなり強かったです。でですね、まあ、リコリコ、まあ、見た目もこう、童顔というか、若い感じがしますし、まあ、まったりとした、なんか雰囲気、感じませんか？実際ですね、まあ割とこう、まあリーダーなんですけれども、まあゆったり、こうまったりとした感じでですね、結構やっぱ面白さもまああるんですね。まあどちらかといえばこう、現在の、まあハロープロジェクトで言いますと、まあ福村瑞希ちゃんもそうですし、モーニング娘。2-1もそうですし、ビヨンズのね、地下鉄の市岡玲奈ちゃんとかもそうなんですけども、まあ、結構リーダーこう、親分肌というかですね、グイグイというよりかこう、まったりしてて、こう、サブリーダーがびっしりま、締めるとかですね、クールな感じという、まあ、構図が、なんですけれども、まあ、椿ファクトリーも、まあ、その同じ感じでリーダーがまったりで、まあ、ちょっと、いろんな事情で読みましたけども、サブリーダーだった尾形梨紗ちゃんが、こう、クールに、こう、ぐいぐい引っ張っていくという、まあ、印象ですね。こう、椿ファクトリーが、もう、こういう風な感じで、こう、成り立っていったなというイメージなんですけれども、ただですね、この、けゆたーっとしてる感じなんですけれども、この、やっぱりこう、信頼されるところがございまして、こう結構意外と度胸ですね。まあ、同派として大変なことになりますけれども、度胸があるのも魅力でございます。例えばですね、一つ DVD マガジンでですね、
まあ、罰ゲームでこの素揚げの蜘蛛ですね、スパイダーを食べる場面があったんですけれども、なんとリコリコはですね、みんなが嫌がる中一人だけパクパク食べてですね、すごい他のメンバーが嫌がっているところを助けてあげて、こう食べてあげたのがすごい、これはもう度胸があって、このメンバーからもさすがリーダー懐広いな、やっぱリーダーでよかったなっていうことでこう尊敬されてましたね。ちなみに素揚げの雲の味なんですけど、こう焼き鳥とかレバーみたいな味がするそうです。ね、またですね、もう一つその右下ですねの画像にございますけども、同じく DVD マガジンで椿ファクトリーが、まあ、室内アトラクションで対決をするんですね。その中で、綱渡りがございます。この綱渡りがもう伝説でございまして、まあリコリコですね、リーダーが綱渡りするんですけど、途中でですね、まあ、要は簡単に言うと股間からボトッと落ちるんですよ。このシーンがですね、もう大爆笑ですね、メンバー大爆笑ですし、ネット上でもこうかなり伝説となっております。こういうね、面白いところもうね、こう愛嬌があっていいなというふうに思っております。まあ余談ですけども、この椿ファクトリーの DVD マガジンもかなり面白くて、当たりが多いですので、皆様もぜひDVD マガジン購入されてですね、このまあパフォーマンスですね、ダンスや歌以外でもですね、このまあある意味パーソナルな部分ですねとか、ゲームなどで楽しんでいるこうメンバーを楽しむこうですね、鑑賞するのも面白いかなと思っております。そしてやっぱりリコリコといえばもうこの言葉ですね。リコリコのこと、そういう目で見るのやめてもらえませんか。まあやですね、これまあネットで有名なんですけれども、もうお決まりの、これいわゆるネットの言葉というか、もう山岸リコちゃんの話題が出ると、このですねツッコミをするとか、この書き込みをする、まあファンオタクの方も多いようでございます。まあちょっと私も詳しくわからないんですけれども、まあそういう目というのは、まあ、お察しください。まあ、結構、こう、魅惑的な感じですよね。顔とか、まあ、ボディの方がですね。まあ、だから、こう、リコリコのこと、ついそういう目でみんな見てしまいそうですけど、そういうのはやめてくださいよという、まあ、ツッコミですけども、もう、もはや半分ギャグですし、まあ、リコリコ自身も、こう、ブログ見ると、まあ、なんとなく、そういう目で見られたがってんじゃないかなという、まあ、ツッコミがございますけれどもね。まあ、こんな、ですね、ちょっと魅力的なですね、こう内面もでこう外見もね、少女っぽいというか若くてですね、魅力的な、山岸莉子ちゃんの写真集をですね、ついに拝見したということでございます。続きまして、ではリコリコとですね、まあ、生のパフォーマンスを見たことあるのは、この収録時点ではまだ1回です。ただですね、実は近日またリコリコの生パフォーマンスを見る機会がある予定でございます。ただですね、まあそれを2回目の公演見て合わせて、まあこの動画作ろうと思ったんですけれども、まあそうするとまた1週間と伸びてこう気を逸してしまうので、まあなるべくこの早い段階でですね、まあリコリコをご紹介したいということで、今回も早速このですね2回目を前にして動画を作っている背景がございます。まあ、リコリコを初めて見たときはですね、福岡公演ですね、2020年の夏ですね、ソロでですね、J-POP を歌うバラードカバーの時に拝見をいたしました。で、リコリコですね、最初初めて生で見た瞬間の感想が、思ったよりちっちゃいなという感想でした。まあ、リコリコはこう小柄という、まあ、もともとイメージもございましたけども、いざこうステージに立つと、なおさらこうちっちゃく見えて、あ、可愛らしいなというふうな愛嬌を感じました。この時歌っていた曲が H2O のですね、思い出がいっぱいでした。もうまさに、大人の階段登る、リコリコな感じでしたね。決してそういう目で見てはいませんよ。ほんと爽やかな感じでですね、小柄で、まあ、ステージ上でですね、まあ、歌、ね、歌ってましたけど、まあ、今度、次回はですね、ダンスも多分あると思いますので、このね、ダンスにも期待をしております。それでは、いよいよ、写真集、リコの、まあ、感想や簡単なご紹介を行います。発売されたのは、
2017年4月27日に発売をされました。まあ、ただ私自身は電子書籍版を購入いたしまして、それは2021年の1月末でございました。まあ、実際これはファースト写真集で、昨年2020年にセカンド写真集 R21 もリリースされております。そちらもまあいつか見たいものですね。で、このファースト写真集が出た頃は、この、まあ、ちょうど一つが、椿ファクトリーがメジャーデビューをした時。で、二つ目が、リコリコが高校卒業という、まあ、二つの大きな節目に、まあ、リリースされたということで、まあ、多分、ちょっと当時私は、まあ、ハローオタではなかったですけれども、まあ、当時に相当反響とか、期待の声があったことでしょう。沖縄でロケを行われています。で、まあ、17歳。ですね。まあ、本人もこの間ブログで書いてましたけど、また大人になった自分とはまた違う、もう4年も前ですから若いですね、姿を楽しめるんじゃないかなというふうに、まあ、ブログで本人ね書いておりました。実際ですね、まあ、着ているものは制服やテニスウェア、水着、まあ、スクール水着もあってですね、まあ、あの高校生最後ということで、お高校生らしいものありますし、まあ、ビキニや室内着などですね、大人っぽいのも、まあ、衣装もございます。ただ、まあ、私個人的には、全体的にはですね、まあ、少女らしさを感じる、まあ、あどけないというイメージのリコリコだなというふうに感じます。まあ、よく、他のですね、写真集のハロプロの話題を出すときは、大体、こう、二十歳ぐらいのですね、リリースで、まあ、よく私が、少女から大人になる過渡期だ。こう、ちょうどですね。それこそ大人の階段登る段階ですけれども。まあ全体的に、まあ、大人っぽい服もしてますが、まだこう、どちらかといえば少女とか若い感じがするなというイメージを持っております。で、スタイルもですね、小柄なタイプですね。ですね。そして、まあやっぱ、瞳が大きい。目が大きいのが特徴ですし、そしてやっぱりこうネット上でも話題になってましたけど、まあお胸もバストも大きいということで、これがまあいわゆるそういう目で見られると言いますか、本当に魅力的な、ところだなと、チャーミングなところだなと思っております。そしてですね、黒髪のですね、ロング、姿もあって、まあイメージ的にこの全体的にまあ昭和らしさというとあれですけども、こう昔懐かしの古風らしさを感じるリコリコを確認できるなというイメージでございます。まあ個人的にですね、まあベストショットまあいくつかあるんですけれども、個人的にはその桜とですね、ピンクの肩出しの服を着ているシーンがまあ最後の方にあるんですけれども、それがいいですね。まず青空で、まあハロプロの写真集結構天気が悪いことが多いですから、天気がまずいいところ、そしてこの春というこの桜やっぱりこう映えますよね。そして、その桜色の実際は肩出しの、服を着ているリコリコがまあ大人っぽい雰囲気けど、表情は少女っぽいなというふうに感じております。まあ、他にもですね、いろんな室内着のところとか水着とかですね、こうまあ目が輝いているところとか笑顔が素敵なところもあるんですけども、このまあ桜っていうところはやっぱり一つこう新しい門出といいますか、椿ファクトリーにとっても、そしてリコリコにとっても高校卒業というちょうどいい時にですね、このマッチした良い写真だなと私は思っております。ですからまあ全体を通じてですね、結局皆さんリコリコのことをそういう目で見てしまいませんか、なんてですね、まあ本当にまあおすすめというか、これ買ってですね、電子書籍ではございましたけども、可愛らしいなというのを感じました。ぜひ皆様もですね、この、まあ、少女のね魅力漂う、そして大人になっていくこのリコリコの姿を、この写真集、ご覧いただければと思います。それでは以上、今回は山岸莉子ちゃんの、まあ、紹介と写真集の簡単な感想でございました。今回もですね、最後までお付き合いありがとうございました。もしよろしければ、いいねボタン、そしてですね、高評価ですね、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。また今後もですね、ハロープロジェクトの話題や感想を随時ご案内いたしますので、どうか一緒に楽しい時間を過ごせれば幸いです。それでは、また今日も推しのために働きましょう。それでは、また。